トリッチ・トラッチ・ポルカ作品214は、ヨハン・シュトラウス2世が1858年に作曲したポルカ・シュネル。ヨハン・シュトラウス2世は1856年より16年に、渡って、夏半期は、チャールス・コエセロー氏に所在地を置く、鉄道会社がオファーする、高収入を見込める話に応じて、ロシア帝国の首都であったサンクト・ペテルブルク市近郊のパブロフスク市で、 コンサート活動をした。ここで、シュトラウス2世は、ロシア貴族の霊場、オルガスミルニツカヤと恋仲になったが、彼女の両親からは認められない、秘密の恋であった。当時のサンクトペテルブルクやその近郊は、貴族階級や裕福なヨーロッパ人の避書地の一つであったので、パブロフスクでのコンサートによって、シュトラウス2世は、世界的に有名になった。そのため、 ジャンという愛称で呼ばれていたシュトラウス2世の恋も遠いウィーンにまで伝わってゴシップとなっていた。冬半期にウィーンに戻ったシュトラウス2世は街角で人々がシャン、シャニの恋を噂するのを聞く。ウィーンには当時トリッチトラッチという著名人の噂を掲載した雑誌があった。この題名はウィーンで活躍したビーダーマイヤー作家であり、 今日でもブルク劇場などで作品が上演され、続けている劇作家、ヨハンネストロイの儀曲、トリッチ・トラッチを借りたものである。トラッチは噂を意味するドイツ語で、トリッチ・トラッチと並べることで、音遊び感覚になる。シュトラウス2世は、街角の噂、おしゃべりを歌うポルカを作曲し、雑誌を揶揄してその題名を冠したのである。この曲の雰囲気は、 多くのヨハン・シュトラウス2世のポルカと同じく、軽快で威勢が良い。なお、シュトラウス2世の最初の妻ヘンリエッタ・トレイフツが、飼っていたプードルもまた、トリッチ・トラッチという名であった。もともとは、合唱付きで、ウィーン少年合唱団などのレパートリーとして残っているのはその名残である。日本においては、小学校の運動会などで、 比較的よく流される曲であり、知っている人も多い。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、A.B. マスダ P115 コミヤ P110、A.B. ケンプ P84。ありがとうございます。